スドゥ・アワットことダビド・アワットは、イスラエルのザレ出身の元サッカー選手。イスラエル代表であった。現役時代のポジションは GK。アワと、アワアテなどと表記されることもある。2003年7月17日、スペインのラシン・サンタンデールに移籍した。フランス国籍を取得していたために、外国人枠に含まれず、契約は速やかに行われた。 2003から04シーズンはリカルド・ロペス・フェリペの控えであったが2004年にリカルドがマンチェスター・ユナイテッドに復帰したため2004から05シーズンはレギュラーの座を掴んだ2006年8月9日4年契約でデポルティーボ・ラ・コルーニャに完全移籍したデポルティーボからはペドロ・ムニティスト・ル・ベン・カストロとももがラシンに移りラシンからはアワットの他に アントニオトマスとセルヒオカナレスがデポルティーボに移った。2006から07シーズンには全38試合に出場し、ドンバロンのリーグ最優秀選手賞の8位にランクインした。2007年以降はグスタボ・ムヌアとポジション争いを繰り広げていたが、2008年1月11日に当時政人 EK だったムヌアと殴り合いの喧嘩をして全治8週間の怪我を負うとともに、 両者はクラブから謹慎処分を言い渡された。アワットは前日にムヌアが政治家であることを疑問視するような発言をしていた。2008から09シーズンはアスレティックビルバオから移籍してきたダニエル・アランスビアが政治家に君臨し、控えはムヌアが務めていたため実質戦力外となっていた。スポルティング基本や RCD マジョルカなどが獲得に名乗りを上げ、 2008年12月29日に遺跡金100万ユーロの2年契約でマジョルカに加入した。2009年1月8日のコパデルレイ・ユーディアルメリア戦でデビューし、1月12日のレアルマドリード戦でリーグデビューした。ミゲルアンヘルモジャが負傷し、ヘルマンルクスもプレーが安定せずに、政治意が定まっていなかったマジョルカにおいてすぐさまポジションを獲得し、 2008から09シーズンは14試合に出場した。2009年末、CA を指すな戦中に相手サポーターから A マーダラーという悪質なチャントを受けた。スペインサッカー連盟は直ちに調査に乗り出し、アワットがパレスチナ問題に絡んだチャントを受けるのが2度目であることを明らかにした。2014年8月、現役引退を発表した。ありがとうございます。